Dann wollen wir mal schauen. Ja, wenn wir schon mal große Dienste erwiesen haben, können wir es ja noch mal tun. Easy. Klingt auch gar nicht erpresserisch oder so. Das hatten wir doch schon mal mit der App. Mit dieser was war das? Eine Wunderlampe oder so. Omi, du redest zu viel. Ganju. Yenfei. Sehr cool. Dann wird die
damit quasi eingebracht in das Universum. もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前、ゲーセン儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、絶縁の間で戦艦軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退。七星のおかげで容疑が晴れたと。そう、私に会えなかったことが、もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らす。とまではいかなくても、 少なくとも。うん、ディーザ・フィーン・ファイン、ガンツ・アンダーラ・カラクター、ウィブス・ヘア・アレス・アンダーラ。改めて自己紹介しよう。私は、エンヒ、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば、私を尋ねるといい。ああ、そうだ。私の名刺を、連絡方法と、職場の住所が載ってる。急用なら、その住所に手紙を。ああ、それと、初めてのお客さんには割引があって。 セコスチュギシュ。本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。このオイラたちがこれまで会ってきた仙人とは、なんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて、 ガンオーテイ君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。なんか勝手だな。仙人たちってリーグエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか。なんで急にそれを放り出して結婚したんだ。 お父様から聞いた話によると、テイ君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚した時、テイ君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて。なだん？ああや、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。今、 双眼鏡は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。どうやら総務省はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだ。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。エンヒ、ハティクラットナルトが言った。リーエコを助けてくれた者たちに どうしても礼をしたくてな。分かってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼鏡から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、すっごく分厚い本だな。なんだこれ。商業競技、鉱石。 スネージナヤ。スネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れて、かんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。 Also ein ganz anderer Charakter wie der bisher eingeführt wurde, ne? Viel selbstsicherer, überhaupt nicht kindlich, sehr offenherzig. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Charakter. So, wo sind wir dann? Ja, Ganjo war an sich auch ein ganz cooler Charakter, nur die war halt recht schüchtern, ne? Jonai
これはクレーの騎士だ。クロッサールさん、商売はうまくいっているか？ええ、エンヒさんのおかげで順調です。先日は助かりました。今日は何のご用で？小さな手助けをしたまでだ。それよりも少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが、それはどうなった？クロス、そのことですか。はい、確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしました。エンヒさんはかんざしにご興味が？申し訳ないのですが、あの髪飾りは今飛行さんという女性に貸しています。もしご覧になりたいのであれば少々待っていただく必要が。水角石って希少なものなんだろう？そんな高い鉱石で作ったかんざしを貸し出すなんて、壊れたりなくしたりしたらどうするつもりなんだ？Berechtigter Einwand。貸し出すときに志向さんと契約を交わしましたので、もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、商品の値段を支払うことになっています。Payment fragt jetzt nach dem Preis。その代わり、あの水角石が偽物であった場合には、私から志向さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。本物であることへの絶対の自信。10倍の支払いを約束するとは、なかなか肝がある。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。それにこの契約なら私と彼女共に利があり公平です。では志向さんの居場所はわかるか？彼女を訪ねてかんざしを見てみたい。ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたので。Ich werde sie auf der Karte markieren. マップに記しておきますね。感謝する、クロッサルさん。All right. では、私たちは志向さんを探しに行こう。Warum muss Claire eigentlich überall hochrennen? Oder eher hochklettern? Regnet's hier gerade?Wieso schimmert Klee eigentlich so? Oh wei, sie hat die Nadel schon verloren.私たちは志向さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると聞いてここに来たんだ。そのかんざしに興味がある。見せてはくれないか？そのかんざしは今お見せできません。うっかりなくしてしまいまして。きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに、一体いつどこで。このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。もし弁償することになったら、私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、双眼鏡園が封鎖されてからは商売もうまくいっておらず、すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまっていて、それを準備するために他の鉱石商から商品を仕入れる必要があったのです。あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、その機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていました。あのかんざしを借りたのは、その見くびられないためにもある程度の風格を保ちたかったからなのです。しかしそのかんざしをなくしてしまっては。 Aber wir suchen die Hanal natürlich。 なんかよく見る展開になって。手伝ってくれるのですか？冒険者協会にも。ちょっと待った。探すのはまだ。志向さん、契約書を見せてはくれないか？契約書ですか？わかります。どれ？そうか、エンヒは法律家だから志向を手伝ってあげられるんじゃないか。それもそうだな。なるほど、契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。契約にのっとり、それに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも。
水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろう。もっとですか。ああ、思考、今にも気絶しそうな顔してるぞ。Ja, wenn sie fast pleite ist. かんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。かんざしはもうなくなってるんだし、どうやって石を判別するんだよ。どう考えても、そのかんざしを見つけるしか。だが、かんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が本物かどうか調べる必要もなくなる。確かに。やはり面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、いくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。契約精神に従わないでどうするというのでしょう。これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。クロッサルさんにこのこと…確かに、それも法律にのっとったやり方。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初にそのかんざしに触れた時、どんな感じだったか教えてくれないか。一番最初に触った時ですか。確かかんざしには鉱石がはめてあって、私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはあります。触り心地がいい。何でもない。ただ少し再調査すべきことができた。ひとまずくる。Irgendwie kommen wir immer, wir kommen irgendwie immer nur an die Verbrecher dran, ne? Immer will hier irgendjemanden ums, ums Geld bringen oder beklauen oder. どうでしたか、あのかんざしは。なかなかのものだったでしょ。あのかんざしは。なくした？ご冗談を。あのかんざしがいくらするのか知ってますよね。ごめんなさい、ごめんなさい。本当にごめんなさい。ちゃんと契約通りに弁償しますので。弁償？どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですか。ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。ちょうど縁師さんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それから一つ質問がある。クロッサルさん、あのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな。当然です。正真正銘の水角石で作られたかんざしです。偽物でしたら10倍の額を支払います。おわい、わかった。では先に市場で調査をするから、帰ってきた後に弁償額を見積もろう。クロッサルさん、ここで待っててほしい。それではお願いします。まったく、あのかんざしをなくすなんて。弁償金はしっかり払ってもらいますよ。ラバニッシュ。お金を集める方法を考えなければなりません。志向さん、少し話したいことが。ここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。 Also, Jan Fei, auf jeden Fall mega Charakter. Jetzt schon.Natürlich, sie gehen was essen. Was auch sonst. Was ist das? 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 Was ist das?バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにあるもので濃密な元素力が込められている。常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。
決して手触りがいいなんてものではない。志向さん、そのかんざしを持っていた間、体に不快感は？ありませんでした。何もかも正常で、どこも不快なところは。ヤンファイ、デクリミナルポリシスト。それに、さっき気づいたけど、クロッサルさんの周りには元素の痕跡があった。私の推測が正しければ、例の水角石は彼が持っている。それなら、直接聞き出してやろう。目の前で詐欺を暴くぞ。ああ、それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張りで、私たちを突っぱねるに決まってる。そしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのカンドシャルの世界に存在することを祈るしかなくなる。あれすごいよ。経験したことあるみたいな言い方だな。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方。もっと巧妙な方法はいくらでもある。いつか時間があったら教えよう。では遠視さん、こういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうか？もちろん問題ないけど、その前に志向さん、この契約に署名を。え、なんでまた契約を？なんだか、ich glaube 7 GB oder sowas groß。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。引き続き調査を依頼したいなら、きちんとした契約を行う必要がある。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。ではお願いします。Kann ich noch gar nicht so richtig sagen. まずはこの表紙に署名を。Auf jeden Fall viele Legendenquests, die freigeschaltet sind. Was ist das denn für ein Gesicht? Was guckt Payman denn so? Sobald ich mich schäme, それからこの書肉で母音を。これが契約を交わすってことなのか。ページ数がすごく多いぞ。これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから。für wen sind denn die Artefakt Sets? 問題ありません。Die habe ich vorhin mal kurz gesehen, aber ich konnte nicht sehen, für wen die sind. Naijoubu da. Kouyu no wa ikken mendou ni mieru ga, kichin to rikai sureba sou muzukashiku wa nai. Koko ni kou itta chousa wo shita koto ga nai n daro? Naraba, kono kikai ni chanto mite oku to ii. Demo, Enshi-san, dou shite watashi nanka no tame ni?Aber viele Cutscenen gerade in der Quest, ne? Oder sagen wir mal, viel Monolog. それに法律を利用して悪事を働く者を。この話はここまでにしよう。まずはあったまずは海水溝の石床のところへ行こう。鉱石の加工に関して、彼はクロッサルさんが鉱石を加工するとしたら、石床が最良の選択なのは間違いない。いらっしゃいませ。およ、円比さんじゃないですか。今日はどのようなご用で？まさか、また誰かが私のとこでいい石が出ないなんてことを言っているのではないですよね？そのことじゃない。ここに来たのは、クロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだ。クロッサル、スネージナヤの商人。ああ、かすかに覚えがあります。
鉱石を一つ持ってきて、それを水角石だと言っていました。私も初めて水角石を見たので判別することができず、そのままそのお客さんの言う通りにしましたよ。それに彼は羽振りが良かったので、深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。その水角石を加工した時のかけらは残ってないか？あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんです。あちらに置いてありますので、見たければどうぞ。ありがとう。早速見せてもらう。Betrachten. この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。はい、そう珍しくはない鉱石の一種です。値段もあまり高くなく、装飾品によく。Also doch ein Betrüger. 以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水角石の外装らしいのです。まだちゃんと証明されたわけではありませんが。水岩石と水角石って一文字しか違わないな。気になるのなら、そのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石は元素の微塵もないただの鉱石だ。そうなのか。じゃあ元素資格どうだ？何か見えたか？本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて本当にすごいんだな。そんなことはありません。ただ普段からこういうものと長く付き合っているだけです。この2つの鉱石はすごく似ていて、知らない方には判別が難しいのです。一文字しか違わないのに、市場での価格は天と地ほどの差があります。それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう。説明はその辺で終わりにしよう。今日はそれを調査しに来たんじゃない。しかし関翔さんは仕方ないとして、どうしてクロッサルさんまで？計り知れない行動の裏には計り知れない理由がある。そのかけらを持って戻ろう。うん、das macht ja richtig Spaß, ne? Das macht ja so richtig Spaß.エンヒさん、これは一体？もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが鉱石を持ってきたとき、確かにこの鉱石を水角石と言ったのか？はい、当時の伝票も残っています。ほら、ちゃんと水角石の加工と書かれているでしょ。それなら問題ない。その伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが、いいだろうか？はい、大丈夫ですが、一体何をするのですか？用事を済ませるためだ。ああ、そうだ、この証明書に署名を。これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。内容をよく読んでくれ。はい、わかりました。その、エンヒさん、ぶしつけなことをお聞きしますが、一体誰が面倒を起こしているのでしょう？面倒とまではいかない。ただ小さな問題だ。ありがとう。伝票と書類は確かに受け取った。この証拠があればクロッサルは何も言いた。これだけじゃまだ足りない。装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品、装飾品、どこだったか。ああ、そうだ、正規さんという方が装飾品職人との仲介をしている。彼女のところへ向かおう。あばくら。分かったのか。一体どんだけ知り。毎日法律協議に関する依頼が来るから。それに知っての通り、リーユエコーは契約の都、つまりここでは法律はとても。Auf jeden Fall gutes Geschäftsmodell, das stimmt. あのテンチェンが定めた法律は複雑すぎて、なんというか読んでもわからないし読み切れないといえば、だから法律に関する手助けができる。法律に関する手助け？でも法律って難しいんだろ？それは大丈夫。
現在に至るまでの方典はもうすべて暗記してるから。すべて法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。仙人とは関係ない。ただこういうのが好きなだけだ。すごいことをさも当然かの。さあ正規さんのところへ向かおう。はい、ich folge unauffällig。Ist so. Ich komme mir gerade vor wie in Suits. お客さんはもう問題ない。今回は違う要件で来た。クロッサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるか。クロッサル、ねえ覚えてるわ。スネージナヤの商人でしょ。確かに鉱石を持ってきたことがある。水角石と言ったかしら。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、経験豊富な職人を探すのに苦労したわ。その後やっとのことで作ってもらえたの。その依頼はとても時間がかかってね。つい先日終わったばかりだからよく印象に残ってるわ。なんだか Das kenne ich tatsächlich nicht。 そうなさそうだな。正規さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時、ここに預けた鉱石を水角石と言った。それで間違いないか。ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったの。だから総務士の規則に従って売るときは総務士で記録する必要があった。クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから、代わりに私がやってあげたの。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。フェニックスマラクティアラハラル。種類は確かに水角石。総務士の印鑑も押されてある。正規さん、この書類を貸してもらえないか。いいわよ。どうせ私には何の役にも立たない書類だから。エンヒさん、もしかしてまた誰か面倒ごと？ Gleich ist ein Schwierigkeiten。大丈夫、ちょっとしたことだから。この書類は使い終わったら返す。ありがとう。なんでみんな同じ反応をするんだ。よし、証拠も揃ってきた。最後に福袋の白術さんのところへ行く。あの首に蛇を巻いてるやつだろ。何か用でもあるのか。水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は、その最後の証拠を手に入れたら。Okay. Ja, kann nicht mehr lang dauern. Oh ja?これは珍しいお客さんですね。あ、ah, das ist der ナナを探し、オロシマーホ。ちょうど薬草を取りに行っています。それと、エンヒさん、あなたが来るなんてもっと珍しい。何か起きましたか？まさか、また無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを吹聴しているのでしょうか？いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石について知ってるか？水角石、確か七蔵三景の第一中に、カブート、du hast vollkommen recht。七蔵三景によれば、その鉱石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起きるとか。元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、性格が歪んだりするとか。用事がなければ仏殿には登らないというほどです。エンヒさんがわざわざこのことを聞きに来たということは。
私に水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですね。Stimmt。その通り。白術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。しかし、あなたたち以外にもあるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました。私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、縁日さんが今していること、そのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうか。このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。書類のことはありがとう。またの機会に礼をさせてほしい。どういたしまして。気をつけて。Ja, unser Kabuto, oder was? Kabuto ist Dendro. あの白術って人、前と。Ah ja, stimmt. 感じだったな。なんか何かを探ってるような話し方だ。Ja, sieht man da, ne? Ah. 白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。Das göttliche Auge von Dendro. Also die Quest geht aber auch relativ lang, ne? So, Krossel. Jetzt geht's dir an den Kragen. Enchi-san, 調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？いや。ああ、確かに調査は終わった。弁償金の見積もりも。それは良かったです。それでは、見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え？私が弁償を？縁日さん、何か間違えているのでは？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに貸した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。よって志向さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある。証拠？何の証拠があるというのですか、エインさん。私を陥れようとするのはやめてください。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。あの金の水角石を仕入れたというのなら証拠を見せてもらいましょう。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明はされている。旅人、私たちが集めた証拠を出してくれ。鉱石が偽物であることを証明するには海水口から得た証拠を先に提示する必要。これは海水口から手に入れた加工記録と鉱石のかけら、そして石章の証明書だ。それはあの石章ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。 OK、 wehrt sich。 Beweis Nummer 2。 それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。水角石の加工をして水岩石の石屑が残るなんて至極当然のことじゃないですか。その説には明確な根拠がありません。では私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。証拠がないなら話になりません。そうですよね。一つ目の証拠は役に立たなかった。Zweiter Beweis。なんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような。この後はどうするんだ。法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。その書類、私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。それに総務士の印鑑だって押されてある。かんざしに使っている鉱石は水角石です。そんな、二つ目の証拠もダメなのか。なんだか余計自信をつけさせたみたいだぞ。Aber jetzt der dritte。確かに、その言い方であれば、かんざしが本物の可能性はある。もちろんです。まあ、少し待て。まだ最後の証拠を、旅人。あの決定的証拠。こ
これは水角石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。Er hat sich tapfer geschlagen, muss man sagen, ne? 時間触れると体に影響を及ぼす。体調不良や重病、そして性格の歪み。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか？それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すなんて、どうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかな。あ、しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら、総務士もそれを考慮して見逃してくれるんだろう。心配しないでほしい、クロッサルさん。私たちが集めた証拠は後できちんと総務士に提出するから。総務士がこの件を審議するときは悪いが出席してもらうよ。Allein wie die guckt, ne? 待ってください。私は知って。知っていた？おや、クロッサルさん。水角石の特徴を知った上でそれを。へっ、いで、その、そのかんざしにあるのはそういうものじゃなく。Jetzt ist er kaputt. じゃない？じゃないってもしかして、水角石じゃないということか？それなら。クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。私は、エイヒ、なんだか突然人が変わったみたいだな。認めます。そのかんざしにある鉱石は水岩石です。しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い、水角石を仕入れて。Natürlich ist er auch ein Opfer und er wollte nur Profit rausschlagen. 何日も体の調子が悪く、夜も眠れず食欲も湧かず。それに、なんだかずっと焦燥感に駆られて。それで、福袋に行って聞いたんです。そうしたら、この石は身につけてはいけないものだということが分かったんです。しかし、それでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですか。だから、水角石と似ている水岩石を使って、このかんざしを。本物の水角石は特製の箱に入れてあります。触ることさえ恐ろしいのです。Schwindler。誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまず、かんざしは売らずに貸し出し品にしました。しかし志向さんに貸した後、それを。そうだぞ、本物じゃないならなんで志向にそんな大金を弁償させようとしたんだ。私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買うときに商売仲間に知られてしまって、私がいくら稼ぐのか、今も。Natürlich, du bist auch nur ein Opfer der ganzen Sache. もし偽物のかんざしのことがバレたら、もうこの業界にはいられません。いや、でも、ああ、身の上話はそこまで。そんなことに興味はない。契約にのっとり、志向さんに10倍のモラを支払ってもらう。10倍。今にも倒れそうだぞ。私は。志向さんとの契約により、その賠償金の2割をいただく。に2割？あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですか。そのそんなに多くは支払わなくて結構です。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし、弁償すべきなのは私です。志向さん、あなたは、あなた様は。でもクロサルさん、その水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうか。それでお合言ということで。それは Schreibfehler? ダディ、はい、わかりました。その石のせいで散々な目に遭いましたし。エンヒさん、その水角石は差し上げます。So kriegt man Smaragdiade. Man muss einfach nur Verbrechen damit aufklären. Na, ich, これで足りる。今回はお世話になりました。
エンヒさんのお時間が空いていると。どういたしまして。ああそうだ、志向さん、もう一度確認するけど、もうクロッサルさんを許したということでいいんだな。え、はい。そうならよかった。クロッサルさん、私の依頼人。そうですか。それよりもクロッサルさん、実はあなたと仕事について相談が。あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れている方だと気づきました。私の家は、もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができたら。Diese ist wirklich lieb, ne? なるほど。少し考えさせてください。Geschäftspartner. Zack. これで解決。マーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし、めでたしめでたし。そうだな。かんざしをなくしたって聞いたら、普通はそれを探すことになるのに。でも結局目的が異なれば必要な手段も通。私の依頼人である志向さんの目的は弁償金を削減すること。理由を走り回ってかんざしを探すより。 Das hier ist definitiv ein sehr wichtiger Satz. So eine Art Adept habe ich noch nicht getroffen. Definitiv. Also mein Charakter spricht mir quasi aus der Seele. バーヤから聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する都、仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだ。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が仙人よりもずっと役に立つから。誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。きっと待ちくたびれている。Das stimmt. Das stimmt definitiv, ja. Gebe ich dir recht. Die geben zumindest das wieder, was man in etwa gesagt hätte. Oder was für ein Gefühl der Charakter in dem Moment bei dem Spieler halt wirklich erweckt.So, Omi. Klar. Yoshi, Yoshi. これで材料はすべて揃った。マヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、もう帰っていいよ。後のことはこのバーヤに任せなさい。Aber ich finde auch, der Charakter ist sehr, sehr, sehr cool eingeführt worden. Man hat jetzt eine Übersicht, wo sie herkommen. Man hat eine Übersicht über ihren Charakter. Tschüss. 彼女の父親だって、テイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに。まったく、一体誰に似たのやら。そうじゃの。リーユエにも変化が訪れておる。仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。エンヒはああ見えて、仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ。今のリユエはもう昔のリユエじゃないか。グロースムタシン。さあ、おしゃべりはここまでにして。お、楽しみだな。ただ壺を一つ。おは。ほれ、できたぞ。この。Kanne der Vergänglichkeit, okay. Otosana Jokichin Tomotsun Jayo, Mosi Waretara. Wie sie einfach schwebt. Sore Tokono Sekkez.
壺の中をもっと賑やかにしたいなら。でも、ばあや、この心配はいらないよ。もう、おちびちゃんを壺の中に呼んでおる。Das ist jetzt quasi mein Dorm.